子育て支援ということなんで、小学校に入学する、中学校に入学するっていう。はい、次は2番目、妊娠・出産・子育ての支援ということで、また説明に来ていただきました。まあ、引き続き野宮さんに、そしてまたもう一人ですね。福祉課中野渡です。よろしくお願いします。はい、今回はこの2人でお届けします。はい、それではあのモンベベですか、まあ、このモンベベについてちょっと説明してください。はい、モンベベとはフランス語で私の赤ちゃんという意味になっています。東北町保健センターの中で開設しています。でこちらではあの妊娠期から出産子育て期まで安心して臨めるよう、保健師、助産師、管理栄養士さんが対応し、さまざまな事業をしています。これをこう見てみると、このモンベベにはいろんなね、あのこう役割というか、まあ、そういったものがありますけれども、まあ、これは本当にこう事業としてもね、充実してるんじゃないですか。はい、まず妊娠届出時に母子健康手帳を、はいはい、お渡ししながら対面で面接し、うん、まずは妊婦さんに私たちを覚えてもらって、うん、身近な相談相手になるように心がけています。なるほどね。また妊娠中には助産師さんが電話で妊娠経過を確認したりですとか、と日曜日に未来のパパママに対する両親学級を開催しています。なるほどね。出産育児も男女共同参画なんて言われてますからね、本当に、まあ、そういったまあ授業があるというのは、まあ、本当にこう助かると言いますかね、いいことだと思いますけれども、で参加人数っていうのは大体どれぐらいになってるんでしょうかね。年に3回実施しているんですが、毎回4から5組くらいのご夫婦さんが参加されています。お腹の赤ちゃんの心音ですとか、はい、あと赤ちゃんの抱き方、おむつ交換、あとお風呂の入れ方を、はい、主にパパメインで、はい、勉強しています。あ、そうですか。いや、私もう全然ね、誰も教えてくれなかったもんですからね、まあ、おどろおどろしくやってたので、いや、こういうのあればね、私も、ね、勉強して少しはね、しっかりした子育てができたかもしれませんが、ちょっと私はね、恥ずかしくてね、言えないんですけれども、まあ、で、じゃあ、まあ、冗談はそれぐらいにして、まあ、出産後っていうのはどうなんですかね。はい、生まれた後はなるべく早く赤ちゃんと産婦さんのご自宅に訪問して、赤ちゃんの体重測定や産後のママの、お母さんの体調の確認をしています。なるほどね。まあ、産後はね、本当に育児、まあ、本当にこう楽しいこともあるんでしょうしね、大変なこともまああると思うんですけれどもね、やっぱりそういった部分、こういうモンベベがサポートしてくれるような形になるのかな。はい、モンベベでは産前産後サポート事業としてのモンベベサロンや産後ケア事業を、はい、実施しています。産後の体調不良ですとか授乳の相談、赤ちゃんの健康面とか体重測定などができます。はい、とモンベベサロンでは、はいはい、ベビーマッサージや、離乳食相談っていうプログラムもありますので、情報交換、ママたちの情報交換や、交流の場としても、はい、利用されています。こういったのは、まあ、不安がありますし、まあ、専門的な保健師さんだったり、やっぱり仲間ですよね。仲間同士でこうお互い励まし合ったりするのが、まあ、いいことじゃないかなと思いますけれども、いや、このモンベベ、ここはぜひっていうことをちょっと何かありましたら。はい、最初やはり来る前は多分お母さん方ちょっと不安だったりすると思うので、まずはもうお気軽に電話でもいいですし、保健センターに来所して、はい、とにかく顔を出してほしいなと思っています。まあ、そうですね、まあ、気軽に利用できるということなんで、まあ本当にその今ね、利用の仕方もまあそういった形なので、まあ本当にこう皆さんもね、気軽に電話でしたね、電話と突撃も大丈夫です。突撃も大丈夫っていうことなのでね、本当にまあ気軽にね、こういう優しい保健師さんたちがお待ちしてますのでね、皆さんに利用してほしいなと思います。まあ、これ以外にもですね、細かいところでこう支援している町のね、子育て支援事業ありますけれども、まあ今度は今は保健衛生課の野宮さん、今度は福
祉科の中野渡さんの方から説明を聞いてみたいなと思いますけれども、この福祉科でやってる子育て支援事業についてちょっと教えてもらえますか。はい、福祉科では子育て支援センター事業を展開しております。東北地区と上北地区にそれぞれ1カ所ずつ設置しています。東北地区に1カ所、上北地区に1カ所ということなんですけど、この子育て支援センターって、具体的にどんなことやってるんですか。はい、主に保育所等に通っていない家庭保育中の親子の交流の場として気軽に集まっておもちゃ遊びや友達作りができる場を提供しています。その他に育児や発育などの相談や子育てに関する情報交換などができるスタッフがいて、定期的に講座や交流イベントもやっています。保育園ってね、誰でもこう預けられるような感じにこう思ってたんだけど、条件がね、揃わないと預けれない方々もいるので、そういった人たちがね、やっぱりこう頼りにする拠り所っていうのも必要で、こういったね、事業が本当にこうプラスになってるのかなというふうに思うけれども、やっぱり親子でこうリフレッシュしたり、こう仲間作りだったり、いろんなことに活用されてるのかな、どういうふうな感じなんですかね。はい、そうですね、集まっていただいて、いろんな教室とか開催してるんですけども、アイシングクッキーという教室がとても、好評なんですよ。で、粉砂糖や卵白混ぜたクリームで文字や絵をクッキーに書いてデザインするなどするんですけれども、ぜひたくさんの方に参加していただきたいなと思っています。なるほどね。なんかこう利用するときに、じゃあどういうふうな手続き、予約だったり、そういうの どんな感じなんですかね。はい、予約は必要ないんですけれども、都合によって開設していない場合があるので、利用前に電話で会館の確認をお願いしています。また利用時間も施設により異なるため、利用時間の確認も合わせてお願いします。なるほどなるほど。どんどん利用してもらったり、お気軽にこう問い合わせしてもらって、そうすれば野宮さんでも中野渡さんでもね、いろいろこういろんなこう知識を持っている方々が対応しているということなのでね、本当に町のね、そういった支援事業をどんどん活用してもらえることということと、やっぱり知らないこう町民の方々もいると思うんで、一緒になってね、いろいろ周知していかないといけないなと思いますんで、これからね、どんどんみんなにね、覚えてもらうようにしましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございます。